外科医の平松です。今日は、加齢黄斑変性症の治療薬としての、バビースモについてお話しようと思います。バビースモっていうのは、抗 VEGF 抗体って言いまして、まあ、簡単に言うと、目の奥から出てくる悪い血管を抑えてくれるような治療薬になります。加齢黄斑変性症というのは、目の奥のもう脈絡膜、特に脈絡膜というところから悪い血管が出てきますので、まあ、それを抑えるためのお薬になります。 じゃあ、これ一回すれば効くのかっていうのではそうではなくて、まあ最初に何回か注射をして、で、間を空けて注射をしていくっていうのがバビースモというのの特徴です。で、同じような抗 VGF 抗体に、ルセンティスとか、アイリーア、そして今回のバビースモ、で、ベオビューってあるんですけど、この順番に強くなっていくんですね。ベオビューが一番強くてバビースモほどほど、で、アイリーア、ルセンティスって感じ。 まあ一番使われてるのはアイリアかなって感じですけどね。それぞれまたね、別個の特徴はあるんですけど、まあ、ざっくりこんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。なので、アイリアとかルセンチスが効きが悪いなって場合、バビースムを使うってこともありますし、まあ、病気として、まあ、なかなか大変そうだなって場合はバビースムを最初から使うってこともあると思います。 で、ルセンティス・アイリアと比較しての問題点としては、まだ長く使われているわけではないので、その効果や、まあ、リスクについて、まだまだわからない部分があるということです。一方で、まあ、ベオビューとかに比較すると、副作用が少ない。 もちろん、えー、アイリーア、ルセンチスと比較するとちょっと多い。まあ、こんな感じのイメージを、まあ、軽く持っていただけると分かりやすいかなっていうふうに思います。もちろん、細かい使い方、使い分けっていうのはまた別個にあるので、まあ、それはいろいろ後々お話し,していこうと思いますけども。ですから、例えばあなたがルセンチスやアイリアをしてて、まあ、それでもなかなか良くならない、落ち着かないなって場合は、バビースモとか、場合によってはベオビューとか。 こういうのを使うことがあるんだなっていうのをあの頭に入れていただいて、もしあなたがバビースモを使ってるんだったら、えー、もっと強いベオビューとかになる可能性もあるんだなとか、はたまた何らか副作用が起きたりいろいろした場合は、他のにスイッチすることもあるんだなってことは頭に入れていただけるといいかなっていうふうに思います。こんな感じで、まあ、お薬とか、あとは手術とか、 いろんなことを解説してますのでよろしければチャンネル登録、ベルマークを押していただければと思います。またいいなと思ったら高評価ボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。